あと本番中にね、なんかすごい揉めてたみたいですけど、はい、3人本番前だ、本番前揉めてたっけ、揉めてたっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんちゃんがさ、ね、いや、なんちゃんがさ、なんちゃんがね、変態すぎるんですわ。なんもしてないよ、なんもしてないよ、今日に関しては本当に。私自分守るために言うけど、なんもしてないからね、今日本当に。本当にって言ってるけど本当に逆に視線がダメ、もう視線が変態、餅を見る視線がもういやらしいのよ。しょうがないじゃん、隣にいるんだよ。どうしてこうなってしまったの、隣にいるんだよ、同じメンバーなのに。いや、そうなんですよ、最近の悩みなんですね。もう私のどうしてトラブルセールはこうなってしまったんでしょう。三角形の一辺がちょっとね、ちょっとね、そうなんですよ。違うの、それで言ったらもうずっと好きだった。あ、言っちゃった。ちょっと待って、ジョバンの邪魔さん、ちょっと待って、メンバーですよね。あの、はい、はい、そうですね、でも、はい、どんな方ですよね。あ、そうです、そうです、そうです。ずっと好きだったのが最近ちょっとあの溢れちゃった。どうしよう、気持ちでいればいいの、夜だからやめえぞ。コメントナンス、どうした、エルコラさん失戦なんだ。ほら、厄介ナンス、厄介ナンス、はい、来てますね。厄介ナンス、もうちょい逃げてって来てますね。逃げたいです、心から逃げたいです。いや、でも今日番組、ね、恋のライバルが同じグループにいるとやっぱちょっと燃えるじゃないですか。恋のライバル、え、テンさん、え、そういう扱い、え、違うの、だってトライセールの三角って三角関係の三角じゃなかったっけ。ちょっと違うの、さんもなんかなっちゃうの、意識の中でこのユニットまずいことになっています。そんなユニットありません。ユリユニット違います、違います、違います、違った。ちょっと説明しますか。やだやだやだ、今もちろん隣がいい。でもあの目の前にいられてもちょっと困るので、あのここでいいかもしれないです。もうベッドグルメ、梨香さんが隣り合ってね、はい、今天さんをみんなで見ている感じなんですかね。はいはい、というかやっております。もちろんさんとそらさんがライブ後にカップラーメン、ほんと危ないですよね。もっといいもの食べればいいのか、なんかそれがすごい汗をかくからか塩分が欲しくなるのか、カップヌードルとかそういうジャンキーな味が欲しくなるんですよね。味覚が似てるところがあって、そう、同じタイミングに食べっ子動物にハマったりとか、結構ね、いろいろと。夏川さんがモジモジしてますね。なんでモジモジしてる。ね、やっぱライバルでしょ。全然私ライバルとか思ってないよ。たまたま餅と気が合っちゃうんだ。ごめんね、本当に。全然そんなつもりないんだけど、本当ごめん。そうですね、2人の2人のラブラブだから、そこに間に入っていく感じですかね。頑張って。何で通じ合ってんの。ね、ナンスさんが大活躍のところで続いてのコーナーに参りましょう。好きなモチョの仕草は。これじゃ最後。じゃあ、さっきそらさんどうですか、好きなモジョさんの仕草。私だけ褒めてくれる。ね、普段、まあ、こんなに、この真面目で、結構ちゃんとしてる感じなんですけど、寝顔が半目。は、ちょっと待って、寝顔し、もう何言ってんのよ。寝顔って、あれ、ナンさんこれ知らない感じ、寝顔なんで、なんで寝顔知ってんの。え、いや、別に。なんでその、その感じ。なんでえ、なんで今それ言うか、ごめん、忘れて、ごめん、今の忘れて。ごめんね、なんちゃん。別に違うんだけど、あの、たまたまっていうか、いろいろあって。バジルありましたね。バジルね。これどういうことですか、夏香さん。なんか枯れてた。テンション上げて上げて。枯れてた。いや、なんかポットで育てて、あの、なんか。もう大丈夫でしょ、大丈夫。そうだ、飛ばしちゃいましたね。あの、夏川さんのモチョーさんの好きな仕草、これいきましょう。あの、ね、たまにその私をもう大丈夫です。なんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。聞きましょう、聞きましょう。聞いてよ。はい、たまに、たまに私の、え、たまに私の、あの、頭をなんか撫でてくれたりとかするんですけど、なんかそういうのがなんか自然にやってくれるっていうか、なんか本当優しいんですよね、なんか。ペットなのかな。なんかそう、撫でられると
や毛の色もさちょっとこう金髪っぽくてふわふわしてるから本当に犬感がすごい金髪がそうですね動物っぽい、うん、次に生まれ変わるならもちに飼われる犬になりたいそうですねもう人間じゃなくてもう人間じゃなくていいんだねだってその後ね、うん、あのもちにずっと慣れてもらえるじゃないですかね、まあ、もちさん犬飼うかっていう問題がありますけどね買うんだよ買うんだよまずは ね、 ねあのメンバーとしてこの衣装をね全うしていただきたいと思います この衣装